はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、続きをやっていきたいと思います。前回はアナハイム光線へ向かうところでちょっと一旦帰還したところですね。その続きをやっていこうと思います。アイテムラボをちょっと覗いてみましょう。ここも高いからな、大量にバカバカ買うわけにはいかないしな。装備、バガミール、偵察でサポートする小型ロボット、これはいらないな。マックナイフ、斬撃のダメージが上昇する。斬撃って誰かいたっけ誰が斬撃なんだか分かんない。なんかみんなパンチとかキックとかしてた気がするんだけど。物理攻撃力が5上がりますね。でも800円か、高いな。なんか強化できんのかな。パンツって強化できんの。なんかあるな、いっぱいあるやつちょっと使っちゃおうかな。粉々のダイヤモンド、物理防御力が上昇し、氷属性の耐性が下がるのか。でも物理防御力が上がるのはいい気がするな。風の耐性が上昇する、運が上昇する。あー、なるほどね。あ、感染耐性が上がるっていうのはいいな。なるほど、パンツとパンツってできんの。なんかできそう。パンツ1になったパンツとパンツを組み合わせるとパンツ2になったあ、精神が上がるな。てか精神って何、何に影響するんだ。とりあえずパンツ安いからいっぱい買っとこうちょっと9個くらい買っとこう。パンツを鍛えましょう。パンツとパンツを組み合わせてパンツ1ができて、パンツとパンツを組み合わせてパンツ1、4人分いるからな。1,2,3個、パンツとパンツを組み合わせて OK で、パンツとパンツを組み合わせて2、あれ1にしかならない。1,2,3,4,1,2,3、パンツ1とパンツ1、あ、パンツパンツいってるけどあれ増えない。パンツが、パンツ1とパンツ1を組み合わせないといけないのかな。あ、パンツ2になった。パンツとパンツを組み合わせて、これで何個ある今。1,2,3,4、うん、じゃあこれを装備させよう。装備とウィザードがとりあえずパンツ2、こいつはパンツ1でいいや。で、ゴッドガンダムはパンツ2はい、終わり。フォースがな、なんか欲しいよな。ライダーとか渾身って何。1の時ヒットポイント1の時攻撃力が上昇しますって、ヒットポイントが1になることってなんかあんの。ウィークアップ、なんかつけとくか、とりあえず。で、あとはスキルか。37か、新しいやつを覚えさせましょう。ああ、これはあれか、属性がつくってやつね。ランドスラッシュストライク、これ敵全体だ、わずかに上昇。いいね、これちょっと覚えよう。威力が弱いけど敵全体っていうのはいいっすね。ウルトラマンもな、なんかいいやつ。あ、これ超強え。ウルトラ戦士2人がか。ってことはウルトラマン2人必要なのか。こいついっぱいあんな。じゃあどっちかだな。あ、これか。ゼロキック。よし、覚えよう。で、あとはゴッドガンダム。ゴッドスラッシュ。ダブルシュート。ガンダム2人か。ここはなんか連携技って感じですね。ブレイブスキルはもう覚えられるから、これちょっと覚えるか。ゴッドフィールドダッシュ。いやー、ちょっと待ってね、威力が弱いな。先制できる代わりに威力が弱い。じゃあゴッドスラッシュ覚えていくか。で、これはあとゴッドスラッシュレベル2。なるほど、仮面ライダーはもう弱いからな。マルチアイ解放条件、マルチアイレベル1って何。フォースキャパシティレベル1につき2上昇します。よくわかんないけど覚えよう。
あ、そう、これターンが増えるのはいいっすね。2ターンはやっぱり少ないからな。これちょっと上げましょう。 OK、 じゃあちょっとこれでいきますか。じゃあまたゲートポートからコロニーキューブ、中継地点1ですね。アナハイム光線を目指して、アナハイム光線はどっちだっけ、ここか。ここの道は分かりづらい。で、このままか。で もっとタカ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 ってダッシュで、こっち行ってないし、しかもダッシュできないな。硬い硬い。 AP は基本1しか手に入んないですからね。お、アイテムゲット。割れたオパール。で、こっちか。うわー、こっちもっとダッシュ、タカ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 って動きたいのにな。こっちも行ってないな。何にもない。無駄足だったか。ちょっと一回どっかでレベル上げした方がいいのかな。ちょっと辛いっすよね。ブラックちょっとやばいし。ただ1レベル上げんのもだいぶ苦労しそうだな。ヒール精神ポイントとか上がってもヒールの回復量が上がるわけじゃないからな。こっちで、ここは意味なかったんですよ。こっち行って、こっち、なんか経験値が上がる条件ちょっと見つけたいっすね。あ、学校があって、こっち側とかめっちゃ行けるし。敵は変わらずか。全体攻撃ちょっと使ってみようかな。なんもない。うん、敵が3体出てきてるんで、ちょっと仮面ライダーのどれだ？あれ？あ、仮面ライダーってこっちの仮面ライダーだ。ウィザードでしたね。ランドスラッシュストライク、うん、いけ。いくつ当たった？全然分かんなかったんだけど。まあいいや、普通の攻撃だと倒した。ギラズール、そうか、ギラ動画とギラズールは別物ですからね。こいつあんまり使いすぎると、でも回復役だからな。もうマジックパワーがなくなってきたよ。大丈夫かこれ。どうせアナハイム光線行ったらまたボスがいるんだろうから、回避率が高いとか。
ただあともうちょっとでレベルが上がりそうといえば上がりそう。ん？どっちだ？あ、これここに戻ってきた。ちょっと回復しよう。セーブはいいや。よしよしよし。ショートカットができましたね、これで。どっちだ？こっちか。ゼロが1で倒せるようになればだいぶ楽なんだけどな。やばいやばいやばい、これがバッドステータス状態だ。暗闇になるとめっちゃミスるな。たまにミスるどころのレベルじゃないぞ。うわーマジか、このパターンなんもない。そろそろレベルが上がって回復するから、まあウィザードのヒールは使っちゃいましょう。OK。アイテムをゲット。使い古した断熱材。誰が置いてったのこんなところに、使い古したものなんて。かな、もう最初のコロニーだけでだいぶ探索してますよね。マウンテンコロニーまだまだ黒にも時間がかかりそうだし、よーしレベルアップ。果たして1レベル上がるごとにどれくらい強くなってるかっていう、イベントが突然始まるからな。ボス戦の前とかに回復はしておきたいんですけどね。今度はウィザードがやばいな。ただレベルがそろそろ上がるかな。上がった。これはちょっとボスっぽくないですか。ウルトラマンを回復させておきましょう。とりあえずヒットポイントはね減ったままだと。うほほほ、よりによって敵が出てくるか。あんまり減りたくない、うん、まあ上出来じゃないですか。ジェガンよし、これで学生は全員避難させたな。誰だ。あ、もしかしてヒーローの皆さんでは。聞いてます、アナハイムの学生を保護してくれたそうですね。今彼らをシェルターに避難させたところです。シェルター。はい、分厚い壁に覆われ外からは分かりづらく、防御面秘匿性も完璧です。水、食料はもちろん医療設備も整っていますし、医者の資格を持ったガンダムが常駐しています。水とか食料とかこいつらどうやって食うんだよ。わかったわかった、ちょっとそれより聞いてくれ。少し前の爆撃で地面に穴が開いたんだ。そのせいで道が塞がっちまったし、空気だってどんどん漏れている。なんとかならないか。ああ、やはりこの強風はコロニーに穴が開いたせいでしたか。なんか余裕だな。
我々の世界ではよくあることですので、すぐに対処できます。穴の場所はどこですか？ゼロたちは穴の場所を教えた。なるほど、ということはその先のブロックにまだ逃げ遅れた人がいるかもしれないな。早速行こう。ありがとうございました。穴は我々が対処しておきます。シェルターに医者の資格を持ったガンダムがいると言っていたな。もしかしたらライジングガンダムかもしれない。医者の資格を持つガンダム。あれ、行けなくね？行けないんですけど。いや本当に行けないですこの先。え、シェルター開けらんないの？え、どうすんのどうすんの？その穴の開いたコロニーのところまで行かないといけないの、もしや。いやマジ進めない。穴まで行かないといけないのかな。これ穴まで行って何もなかったらすげえショックだったな。そういやボスいなかったな、せっかく回復させたのに。コロニーの穴とかもう忘れちゃったよ、どこだよ。4体出てきた。これは使うべきだ、ランドなんとかを。アンダメージ当たったんだよ今。よーし、やっとウルトラマンが上がった。こっちでこっちでこっちで、ここであれっすね、セーブポイントに戻れますね。一旦ちょっとセーブしましょうか。ほいっと。まだレベル6っちゃレベル6っすからね、どんどんレベルが上がっていく感じのゲームではないっすね。敵もなかなか強いし、まあキャラものにしては歯応えがあるゲームですね。風が止んだな。ジガンたちが穴を塞いでくれたのか。よし行きましょう。どこ行ったんだよジガン。穴が塞がっているぞ。鳥持ちランチャーを使ったのか。行こう。ベタベタして歩きにくいな。鳥持ちの上には空気の流れが止まってせき止められた様々な瓦礫が張り付いていた。バチッ。何何何か踏んだか。ゼロは24と書かれた小さなスイッチのようなものを踏んでしまった。よくわからないガラクタがいっぱいついてやがるぜ。え、なになになに、大丈夫なの今のイベント。こちら側は通れないと。まあまた後の方行けばつながるんでしょう。新しいやつが出てきた。ダスタード忍者みたいなやつね。って早い。アイテムか。キングオブハートの実力を見せてやる。うお、なんかまた新しい敵がいる。マグマドーパント。ギラス、うわめっちゃ買った今。4人の総攻撃かけないと倒せないんだけど。いや、やっぱレベル上げした方がいいかな。レベル上げって言っても1レベルくらいしか多分上がらないけど。ライフキットを手に入れました。あとは死んだらタイトル画面に戻されるかどうかだよな。タイトル画面に戻されたらきついよな。こいつのスキルでなんか合理的なものがあればいいんだけどな。
とイベントが始まった。なんだこいつは。うっ、しっかりしろメテオ、今すぐシェルターに運んでやるからな。あそこなら治療できる、安心しろ。すまない。だがフォーゼ、どうしたんだ。ああ、お前らか。こいつは団地のメテオだ。どうも毒にやられちまったらしい。スコーピオンの毒に。なんだって、スコーピオンゾディアーツの毒にやられたのか。やつの毒ならマジでヤバいぜ。じわじわと苦しませ、最後には確実に。うわぁ、メディカルスイッチさえあれば。けど、あれはこの世界に来てからなくしちまったんだ。そのメディカルスイッチがあればメテオは助かるのか。ああ、あれは解毒能力のあるアストロスイッチだ。メディカルのスイッチはスコーピオンの毒を消すことができるんだ。わかった、俺たちに任せろ。そのスイッチはどんな形をしている。片手に収まるサイズで、色は黄色、24って数字と注射器のマークが書いてある。ん、それなら確か取り持ちのところで。心当たりがあんのか。ああ、任せとけ。すまねえ。じゃあ俺はその間にメテオをシェルターに運んで応急処置をしてもらう。俺たちはメディカルスイッチを探し出してシェルターに持っていこう。ゼロたちはフォーゼからシェルターの場所を教えてもらうと、その場所を後にした。え、じゃあ戻れってこと。流星解毒、戻りますか。なんかお使いイベントだな。うわ、4体だよ。またどっちだっけな、こっち行ってないな。アイテムとかあるかな。あ、繋がっただけだ。ん、なんだ、どうした。何かの気配だ。敵か。うん、気のせいか。まあいい、急ごう。なんか鳥持ちのところで敵がいそうだな。ちょっと回復させときますかね、のため。ちょっとマジックパワーが減りつつあるけど、よし、ちょっとこれで鳥持ちに行きましょう。足元の鳥持ちには様々な瓦礫が張り付いている。24と書かれた黄色いスイッチがある。あった、メディカルスイッチだ。その時何者かが姿を現した。誰だこりゃ。カメレオンみたいなやつだな。何者だ。ふん、あ、いたたたた。その怪人は舌を触手のように伸ばし、メディカルスイッチを奪い取った。このスイッチいただいていく。さっきの気配はお前だったのか。ふふ、私はカメレオンゾディアーツ、透明になる力で後をつけさせてもらったわ。そのスイッチには仲間の大切な友達の命がかかっているんだ。返してもらおう。スコーピオンゾディアーツ様の邪魔はさせない。普通に戦闘か。バックアタックか。ちょっとランドスラッシュはいいか。炎が効くかな。フレームスラッシュストライクで、ウルトラゼロキック、ゴッドスラッシュで、こいつは3ターンアップ。いけー、まあ、ひるんだー。これめっちゃ SD 減るな。炎に弱いわけではないか。まあとりあえずこの仮面ライダーは SD を取っとかないといけないからな。10結構減るな。で、一応これ12ターンあるから使っとこう。 SP1 しか減らないし。おお。よりによって見つかいな。あ、そうか、回避率上げたもんな、カメレオン。うお、めっちゃかわされる。
ピコンピコンになってるし、攻撃で攻めるか。やべやべやべ、あぶねえ。てぇてぇ、え、マジで。おっ、リーチが出てた。みんな元に戻ったな。おぉ、切るんだ。ニーズ。てぇ、回復に回らんといけない。まあせっかくだからこれを買おう。うわっ、クリティカルが出た。ゴッドガンダムの2発目が当たらない。よし、おっとっと、ひるみから立ち直ったぞ。うわ、ミスった。トゥー！あー、ただ、よしよしよし。とりあえず大丈夫か。こいつも攻撃に回ろう。パワーは少ないな、回避率が高い代わりに。うわー、ミスってる。これで多分攻撃力5秒だったか。切れるからな。てぇ！戻った。これラッシュかけて倒せるかな。いくぜ。待って待って待って、こいつはあれか、使えない。ドライブオン、ウルトラテロキードライブオン、ゴッドスラッシュドライブオン、ライダーキック。うおー、263、すげー。経験値ボス全然持ってねえな。メディカルスイッチを入手しました。よーし、よし、こいつを持ってシェルターへ急ごう。場所はフォーゼに寄せてもらったな。あそこか。入れんの、あのシェルター。ちょっと回復してまたセーブしましょう。ボス倒したんで。あれ、どこ。ちょっとマップの目的地では変なところが光ってんな。あそこじゃなさそうだな、さっき行けなかったところ。こっちに進む感じだな。だいぶ減ったな。ヒール、もう一人ヒール覚えたいな。回復役が一人だとちょっと間に合わない時がある。この先に行けそうっすね。
うわー、ゼロの攻撃が外れた。これなんか整理整頓、あ、あるわ、整理ライフキットが、まあ、そこそこか、回復キットもそこそこだ。あっちに光が見えない。バックアタックか。3体これ普通にきっと思うんだけど、なんか敵全体攻撃をちょっと覚えた方がいいのかな。3体だもん。これ使おう。うわー、カラータイマーが光ってる。え、でも経験値50も持ってんな。ただもうSP がない。これでボス戦とかやられたらだいぶピンチだな。頼むよ、イベントだけで終わってくれよ。ただカメレオンそんなに強くなかったからな。調べる。はい、え、こっちでいいの？待って、どうしよう、一回戻ろうかな。ちょっと一回戻ります。ブリーフィングルーム行ってまたチップを取ってみましょう。ギラズール、何にもない。アイテムラボ、これもなあんまりいいのないしな。マックナイフちょっと買ってみようかな。800円するけど1個だけ買ってみよう。斬撃ダメージ、あ、ゴッドスラッシュがありますね。ちょっと装備させよう。明日のパンツにマックナイフにします。一応物理攻撃が上がってるから、上がってんのかな、ちょっとよくわかんないけど、スキルツリーをちょっと見て、敵全体これちょっと上げたい気がするけどな。これもちょっと覚えておくか。あ、レベル2ね。はいはい、とこれでフォースキャパシティが1レベルにつき2上昇します。これちょっと覚えておく。で、これとこれ2ずつ必要か。ウルトラマンゼロ、そうするとこいつを上げないとダメだ。タンネ、ゴッドスラッシュを上げて爆熱ゴッドフィンガーだ、覚えられる。オッケー。これはカバウ、カバウか、あんまり必要なさそうだな。3ターンの間、どうしようかな。マルチアイ、これちょっと覚えよう。フォースキャパシティ上昇1で覚えられるかな。30もあるし、これパワーストライプスがいいな。まあこんなもんか。はい、というところで、じゃあちょっと時間がいいところですので、まあもう少し探索を進めていかないといけないですけれども、今回はこれで終了したいと思います。